はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ラッスーでございます。白血病と予防生活も気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいな血病が出てしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今回はね、白血病の初期症状はどんな症状が出るかとかね、どのように診断されるかを僕の症例をね交えて簡単にお話しします。ですね、僕がなった急性骨髄性白血病の診断はね、通常ですね、症状の確認と、血液検査と、骨髄腺腫や骨髄検査と、まあ、その中に骨髄腺腫と骨髄生検というのがあるんですけども、その結果を組み合わせて、まあ、他にもいろいろあるんですけど、その結果を組み合わせて行われます。急性骨髄性白血病にはですね、以下のものを含む数多くの症状があります。疲労を繰り返す感染症、脱力、食欲不振、過剰な出血、痛みや傷がなかなか治らない、歯肉の腫れまたは変色、あざができやすい、骨や関節の痛み、特にね肋骨とかね胸骨とかですね、胸の骨ですね、この辺ですね。これらの症状はですね、白血病細胞が引き起こすものと、正常な白血球、赤血球、血小板が少なくなることで生じることもあり、症状によってはですね、白血病以外の病気でも見られます。そのため急性骨髄性白血病の診断にはね、症状からだけじゃなくてですね、血液骨髄検査を行って診断を確認する必要があります。血液検査でですね、白血球の数の異常とね、赤血球や血小板の数の、ね、減少がね見つかればですね、問診や体の状況などのね結果と合わせて急性骨髄性白血病をね強く疑います。確定診断のためにはですね、骨髄液を吸引する骨髄腺腫やですね、骨の組織が含まれるね造血組織をね採取する骨髄生検が必要となります。でこれらのね検査はね外来でも行うことができます。よくね質問されるんですよ。私こんな状態なんですけど、調べたら白血病の症状と似てるんですけど、どうなんですかねってね、こうよく質問されるんですよ。メッセンジャーとかね、コメント欄でいただくんですけども、でそういうのってやっぱ検査してみないわからないので、僕はね強くねおすすめします。まあ、不安やったらね、検査してもらった方がいいと思うんで、まあ、外来でも行けるんでね、先生に、ね、相談してみてください。で話を戻しますね。骨髄はですね、全身の骨の中にあります。骨ね、いっぱい骨あるでしょ。このここやったら1本骨あるしね、2本かな骨あるんですけども、その骨があって、その骨があって、その中かないかな、例えるものがないな。とりあえず骨の中にあるんですよ、骨髄っていうのは。で骨髄は全身の骨の中に存在しますが、骨髄腺腫では皮膚から骨が増えやすい胸骨、これね、この前の動画でも言ったんですけど、この胸の真ん中にある平らなね部分、胸骨というのがあるんですけども、この肋骨がキューって集まってくるところがあるんですけども、そこか ここの部分か腰の骨ね、後腸骨梁っていうんですよね、骨盤のね骨、腰の骨なんですけども、まあ、背中側のねこの後ろ側の方なんですけども、そこから行われます。で、まあ、小さなお子さんに関してはですね、すねすねの骨ね、この足の膝から足首までこのすねの、この足のすねで行われることもあります。実際の方法はですね、皮膚をね局所麻酔してですね、骨髄腺腫専用の針をね皮膚から骨の中に刺して、注射器でね骨髄を引き抜きます。専用の針はですね、ボールペンの芯よりもちょっとだけ太いものです。皮膚にね局所麻酔をしているので、専用の針を刺す時には、ね、痛みはね強くないですけども、骨髄を注射器で引き抜く時はですね、引っ張られるようなね強い痛みが伴います。この痛みはね数秒続きますけども、いやー数十秒ですね、これがね痛いんですよ。さっきね局所麻酔するって言いましたからね、局所麻酔をするその針が痛いんですよ。その針が痛くって痛い痛い言うてる間に麻酔が効いてくるんですよ。で麻酔効いてきたなと思ったら、腰をねこうグンってこう押された感じになって、あ何
に今なんか入ってきたぞみたいな、ね、状態を感じるんですよ。で先生がね、はい引きますよ、1、2、3グッて引くんですよ。その時に ね体の内側から外側に押し出されるような感じと、もうそれと同時に思いっきり、ね、引っ張られてる感じがねするんで、めちゃくちゃ鈍痛が来てね、痛いんですよ。だからね、余韻を入れたらね数分やし、もう心を裏切られた感を入れたらね、まあ、初めての時とかですね1時間ぐらいはほんまに立ち直られへんかったですね。まあ、というようにですね、このような方法で診断されます。そして僕が身をもって体験したね初期症状ですけどもね、疲労ですね、疲労感はねめっちゃありましたね、たまらんぐらいありました。まあ、当時はまだね子供2人とも保育園に通ってたんで、その2人をね毎朝教室までね送ってたんですけども、その保育園の階段もねしんどかったんです。まあ、保育園の教室でね上がるための階段なんていうのは、子供が登るからねめっちゃ緩やかな傾斜でこう設計されてるのにね、息切れがしたりですよ。で普段から普通に歩いてる道がねちょっと遠く感じたりでね、すぐに疲れてました。で繰り返す感染症ですね、繰り返す感染症っていうのは、まあ、当時はですね2月だったのでインフルエンザが流行ってましたけども、インフルエンザにはねかかりませんでしたね。脱力ね、脱力感はそこまで感じへんかったかな。力が入れへんかったとか、突然ガクって抜けることもね別になかったですね。食欲不振はですね、これは全くなかったですね。むしろ疲れやすく感じてたので、しっかり食べようって、ね、思ってました。で過剰な出血ですね、これはありました。鼻血ですわ、鼻血、鼻血が2時間止まらんかったですね。2時間ですよ、出続けてたんですよ2時間ね。まあ、僕美容師なんで、お客様をカットしてる途中にねいきなりこうタラーってね鼻血が出てきたんですよ。でその時はまあ、冬やったしね、喉の乾燥がひどくてちょうどマスクしてたんですよ。でそのマスクが赤くにじんできたことを担当してるお客さんから伝えられて、パッてこう鏡見たらですね、もうホラーでしたよ、真っ赤っか、あれは怖かったですね。もうタラーって出てくるの鼻水かな思ってこう吸ってたんですよ。でもね違いましたね。でお客様も引いてましたし、その後のねそのお客さんのお子さんもねカットせなあかんかったんですけども、鼻血が止まらへんもんやからね、何回も鼻に詰めてるティッシュをこう交換して、こうサクルームに入って、でまた新しいマスクを出してつけても、それがまた血がにじんできてですね、それが何回も何回もあったので、結局ねこのお客さん2人をカットするのにね2時間かかりました。そんなね過剰な出血もね、後にも先にもね、その1回だけでしたね。次は痛みや傷がなかなか治らないですね。痛みはなかったかな、まあ、傷もね特に怪我することもなかったので、これに関してはなかったです。で歯肉の腫れまたは変色、これは少しだけあったかな。少しねぷくっと腫れるというかね、むっちりしてきた感じですね、歯茎がね。そしてちょっとだけピンク色からね紫色になるような暗い色って感じはありました。で穴ができやすい、できやすかったですね。しかしどこにぶつけたかとか言われる打撲ではなくてですね、その体のね至るところにですね勝手に内出血をしだしました。最初はねこの左肘の外側から始まって、で両膝の周りが黒ずんできて、まあその両膝の周りなんで、こう床にね膝をついてもね当たらないところやから、まあ変な感じでしたね。この肘も、まあ、これ結果的に右肘もあったんですけども、この肘ついてもね、あのテーブルに当たらないところでした、あざになってるところが。でそしてそこから足首に切って、でくるぶしらへんから始まって、ほんで足の甲から内側に入っていた足のひらですね。でそして最後にはね、その足の親指、まあ、手なんですけど、足の親指と、人差し指の間のこの股になってるところ、ここね、ここにあざがね出てきました。でもこういうのが 2,3 週間続いたんですけども、 2,3 週間ぐらいでこの転移していってね、あざがね、でしまいには引いていくんですけども、引き始めた頃からですね、それぞれの箇所、まあ主に足なんですけども、そのむくみ始めてですね、最終的にはほんまにその足がねパンパンに膨れ上がりました。しかもね、その時はまだあざが残ってる状態で消えかかってるけど、その紫色から黄色になっていく途中のね段階の色やったからね、めっちゃ気持ち悪かったですね。骨や関節の痛みですね、まあ、特に肋骨と胸骨なんですけども、まあ、これに関してもなかったですね。ほんまにどこも痛くなかったんです。あと高熱ね、これはありましたね。
まあ、こんな体の状態なのでね、とりあえずですよ、とりあえず熱を測ったんですよ。そしたら何回測っても39度やって、これはねおかしいでしょってなったんですよ。でもね、この熱の症状とかインフルエンザの、ね、症状は全くないし、頭も背中もね、関節もね、全く痛くないんですよ。まあ、あるとしたら疲労感ですよね、とむくみなので、まあ、この2つも今までに感じたことないようなね、症状だったので、まあ、とりあえずね、熱を測ってたんですよ。ね、なんか知らんけどね、やっぱ体に異変を感じたらね、熱ってね、測ってしまいません。まあ、そんなテンションで測ったら、体温だけ高かったんですよ。しんどくないのに39度ってね、表示されたからね。ほんで近所の病院に行ったんですわ。最初はね、そこで血液検査をしてもらってですね、次の日に電話がかかってきてですよ、命に関わりますって言われたんです。ほんでね、営業中やったんですけど、オーナーに伝えたらですね、今すぐ行きなさい、家に帰る前に行けってね、こう言われて行ったら、大学病院の紹介状を渡されました。って感じの初期症状でした。まあ、こんな感じでね、白血病の初期症状はどんな症状が出るかと、どのように診断されるかっていうのをね、僕の症例を交えてね、簡単にお話しさせていただきました。次回はね、白血病は治療しないとどうなるかっていうのと、治療方法をお話しします。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。